まずこちらの問診ロボットの開発を進めております背景からご説明をさせていただきたいと思います。こちらのスライド、病院における初診の外来患者様の受付のフローをお示しした図になるんですけども、このフローにおいていくつか課題となる事項がございまして、それらの課題にを解決する施策の一つとしまして、こちらの問診ロボットの開発を進めさせていただいております。それでは具体的にどのような課題がございますかにつきまして、まず初診の受付、そして診療科予約の段階において診療科の判定の精度が極めて低いという課題がございます。続きまして診療科受診におきまして、患者様のたらい回しが生じておりまして、サービスの質の低下、そして診療の効率の低下が生じているという課題もございます。そして最後に検査受診において短期間で放射線被曝を伴う X 線検査や CT 検査が行われる可能性がございまして、まず患者様が無駄な医療被曝にさらされてしまって、健康的な被害が懸念されること、そして国家にとっては無駄な医療費が生じてしまっていること、こうした課題がございます。各課題につきましてもう少し詳しく見ていきたいと思います。まず患者様のたらい回しの問題なんですけれども、診療所からの紹介状の記述に不備があって解読が困難なケースがあったりだとか、患者様記載の問診票に誤記が含まれていて、正しい情報が得られない場合があったりだとか、そのような課題がございまして、患者様そして医療従事者の皆様に大きな負担がかかってしまう原因となっている、そして場合によっては患者様の生命を脅かすようなミスにつながってしまう可能性もございます。非常に重要な課題となっております。続きまして医療費の増大と医療被曝のに関する課題になります。診療所ですでに行っている血液検査や放射線検査が繰り返されることで、不要な医療費が発生するといった、まず医療費の問題と、不必要な、すでに行っているにもかかわらずまた検査が行われることにより、医療被曝が生じて、結果として生命健康が脅かされる、そうした可能性がございます。こちらも患者様の健康に直結してくる、課題も含まれておりますので非常に重要なものとなっております。最後の点として病院経営の圧迫という課題もございまして、患者様がたらい回しになることで、患者様ももちろんですし医療従事者の皆様の負担も増加して、外来回転数の低下が生じます。結果として必要以上の事務員を配置する必要が出てしまいまして、結果として人件費が増加して経営が圧迫されてしまうと、こちらスライドにお示しているグラフでも赤字となっている病院様が全体の8割ほどを占めてしまっていると、病院の経営が圧迫されて医療の質全体の低下につながってしまう可能性もございます。これらの課題に解決するためのツールとしてこちらの問診ロボットの、開発を進めております。この後は問診ロボットの UI インターフェースのご説明になっていきますので、実際に端末の方を操作させていただきながらご説明をさせていただきたいと思います。まず最初に患者様の基本情報の入力をしていただきます。性別と年齢を入力していただきます。ちなみにこちら診察券を挿入する挿入口もございまして、こちら挿入していただくと、性別や年齢といった情報はもう診察券の方から読み取られますので、こちらの入力はスキップされます。続いて症状に関する入力になるんですけども、まずどの部位が気になるかということで、このような形で人のアイコンを表示しまして、大体の場所が区切られているんですけども、患者様ご自身が気にされている箇所を選択していただくことで、その選択した箇所に関して症状を入力する内容に進んでいきます。今回は頭を選択したいと思います。
そうすると頭、まあ、顔のアイコンを選択したんですが、それに応じて頭だけでなく、まあ、鼻や喉、頭、まぶた、耳、首といった選択肢が出ますが、今回は頭を選択します。実際頭に関するどのような症状がありますかという質問が返されますので、またこちらの選択肢からふさわしいものを選びます。まあ、痛みとで次へと進みます。複数選ぶこともできます。そして頭が痛いという症状を入力しているんですけども、いつから症状がありますかという選択肢が返ってきますので、まあ、今日からということでいきます。そして、今までにかかった病気がある場合は選択いたします。特になければ次へで先に進むことができます。そしてどのようなお薬を飲まれていますかという質問もございます。こちらも特に飲んでいなければ次へでスキップされます。そして今まで入力した問診のデータがクラウドを通じて AI に渡されまして、 AI がそのデータを解析して、今入力した内容によってこの患者様はどの診療科にかかっていただくのがふさわしいかという判定をいたしまして、パーセンテージで結果が返ってくる仕組みとなっております。まあ、今回は頭が痛いという内容で入力しているんですけども、まあ、内科が 44% で、まあ、最も高いと、で次いで外科が 31%、まあ、そういうような結果になっております。まあ、このような結果は受付の医療事務 の職員の方が確認することができまして、その確認結果をもとに、どの診療科にかかっていただくかというのを判断していただくことで、より最適な診療科にご案内することができまして、先ほどスライドで申し上げました患者様のたらい回し、まあ、そうしたケースを少しでも抑止して、より医療の質を高め、患者様へのサービスも高めることができると、まあ、そうした役割、機能が発揮することが期待されている問診ロボットとなっております。以上でご説明終了させていただきます。ありがとうございました。